の芸術団体を訪問してトークを交えながら体験してしまう突撃ナビタイムのコーナーです。そして突撃してくれるのはナビっ子クラブの少女たちです。イエーイ。ポーズはいらない。イエーイ。だからポーズはいりません。いやいや、泣くほどのことはないでしょう。イエーイ。はい、わかりました。では移動しましょう。ちょっと待ってなさい。私たちは忍者じゃないんだから。はい、移動開始。せーの。えい。パッパッパッパー。いて。あら。ほ。レンジャーさん。はい、どうしました？大丈夫なの、さっきのナビっ子。なんかナビっ子というよりもダメっ子って感じがするんです。大丈夫。やめて、この髪の毛くるくるすんの。え？くるくるすんのやめて。ダメ。もういいから、マネージャーがそうだからダメなんです。もう行きますよ、ほら。なんだかなこの靴の脱ぎ方は。ところでみんなはフラメンコ知ってる？知らないよね。あのスペインの南部アンダルシア地方っていうところの踊りなんです。まあ、地方の踊りなんでね、あの日本で言ったらよさこいかな、もうちょっと違うかもしれないね。で、もともとは、歌だけだったんです。で、それにギターの演奏とそれから踊りが加わって今の形になったと。これはフラメンコです。ね、じゃあ早速覗いてみましょうかね。はい。まるで台本にある質問をちゃんと言ったって感じだね。はい、素晴らしい質問でした。ということで、どうですかみんな、ちょっとやってみたいって言ってる、思う人。
手や足の先まで気を使い、とても難しいダンスだと思いましたが、情熱的でとても魅力的でした。フラメンコは初めてだったけど、とても難しくても先生が丁寧に優しく教えてくれたので上手にできました。フラメンコは指先の動きとリズムがとても難しかったんですけど、先生が優しく教えてくれてとても楽しくできたので習いたいなと思いました。私はフラメンコをやるのが初めてでちょっと難しかったけど、先生がゆっくり丁寧に教えてくれたのでとてもうまくできました。フラメンコのステップが上手にできてよかったです。先生はスペインの方に行かれたことは、はい、
何度も3回。そうですか、はい、ということでね、これからもぜひ一つ、はい、いろいろと素敵な踊りを拝見させてください、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ一度生徒の皆さんと一緒に一つ、ね、はい、踊りを見せていただきたいなと、本物を見せていただきましょうね、じゃあ、はい